佐渡さんありがとうございます、はいえー、今撮影しているのがですね、10月2日2時1分です、深夜。もう早いもので、1、えー、日というのは早いものですね。一瞬で 10, 10月1日終わっちゃいましたね。一瞬でした。一瞬で終わっちゃいました。仕事して終わっちゃいました、10月1日。はい。まあ時間というのは早いもので。はい。今回ですね、なんと、最近ですね、まあ、僕、まあ、いつも動画撮ってるので、 まあ動画が送られてくるっていうのがこうメジャーになってきたのかなっていう <laughs> そしてまた僕が動画を撮るっていうまさ、あ、とさんがですねあの送っていただきましたこれ誰やねんとこれ誰やねんとなんかですね PV というかその写真のやつをこうかませながら作っていただいたんですけどなんかスライドショーで、まあ、僕のこのセミナーのスライドショーをこうこんな感じでしていただいて スライドしていくっていう。こ全部これ写真撮ってたとことですね。盗撮女ですね。盗撮してますね、大はい。まあ、懐かしいですね。うん。まあ、全部これ、あれですね。佐藤さんが参加したやつですよね、多分。<laughs> 和田さん。ミリオンゴッドはい。和田さんね。うん。 これね、まあ、全部盗撮されましたね、うん。ありがとうございます。これね、はい。あ、しかもこれね、虹色レインボーも送っていただきましたね。レインボー。はい。吉谷社長、おめでとうございます。ということで。ありがとうございます。はい。いやー。まあ、動画来て、僕が動画撮らないっていうのはあれなんで、あれなんですけど、<laughs> ありがとうございます。はい。 まさかこの PV というかスライドショーで送っていただくなんてね、ありがとうございます。はい。で、まあ、まあ、聡子さんとはですね、まあ、 まあ一緒に今いろいろとやってるのでまこ塾のハートフルライブで一緒に共演させていただいたりとかあれも結構多分ずっとやってれば結構なパワーになってくるのでまさと子さんの方にもいろいろ還元できるのかなとまだちょっとコンテンツ量が全然ちょっとね100本もいってないですからまあ,あれが100コンテンツとかもうちょっと増えてってあとあの検索からの流動とかもあとはあのブログも作ろうと思ってるんですよ僕。 ブログだから検索エンジンからブログ経由でこう来たりとか今動画だけしかないのであそこのメディアのブログっていうのも作ってってあそこでこういろいろと、あのー、絡めて、まあ、セミナーとかも「心塾」って、まあ、この前森くんとやったんですけど今後その「心塾」っていうのを多くの人に広めていきたいっていうコンセプトでこうやっていくのもあるので、まあ、そこでも一緒に絡んでセミナーとかなんかいろいろできればなと思ってます。 まあやっぱね、そのマヤをですねこう多分さとこさんは僕受けてるんでわかるんですけど結構やっぱ当たるんですよね当たるあれはねなかなかいいと思いますよ当たるんで当たるんでねうん あれはあの多分その体験してもらえばハッってなると思うんで、まあ、そういう場所を僕も一緒にこう共同でこうやってって僕34歳のテーマはやっぱやったことがないジャンルもいろいろ挑戦しようかなと思ってるので、まあ、今度そのお客さんで薄毛やりたいっていう人もいるんで薄毛のセミナー薄毛のセミナー今度佐都子さんとマヤのセミナーとかねいろん,んなジャンルをこうやっていきたいなと思います。 まあお金儲けっていうものではなくてもちろんそれもやってきますけどお金儲かりませんみたいなではなく他のやつにもどんどんいろんなことで挑戦していきたいなと思ってますんでよろしくお願いしますはいまあほですねわざわざこの PV みたいなの作っていただいてはいすいません、はい、ありがとうございますまた今度、えー、と収録しましょうはいまあ子さんも結構ねあの会社辞められてるんで まあまあフリーだと思うんですよ。まあまあ、まあ、まあまあフリーだと思うんで、収録も,も、森くんも結構忙しいので、まあ森くんとも今後、まああれはやってきますし、さと子さんとも、こう、お互いにこうやっていければいいのかなと思ってますんで、よろしくお願いします。はい。ではですね、えー、また、えー、そうそうそう、今度、えー、鹿児島行くときに、うん、山口、ちょっと寄ってこうかなと思うんで、その時もしよかったら、あのー、どうでしょうか。 山口今度はちょっと寄ってこうかなと思ってるんで,で山口に僕金曜日泊まろうかなって山口からあの15日小倉であるんですけど山口から車で1時間ぐらいなんですよねだから14日の金曜日は山口に泊まろうかなと思ってますまああのいちごの社長さんともお会いしたいなと思ってまあ予定合うか分かんないですけどうんはいまあそんな感じでまあもしよあの会えば一緒に。 山口のあそこの一五一五コロまあ行ってもう一億円のかなわかんないですけど <laughs> よろしくお願いしますはいではですねまたお会いあのな何かしらの形で絡むとは思いますけどこの動画はこれで終わりたいと思いますいつもありがとうございます。